出ました。ペナルティが出ました。ピット入ってください。イエローで追い越し、ペナルティが出ました。10秒ストップです。この判定が出される直前、コース上には追い越し禁止を意味するイエローフラッグが出されていた。しかし立川は GT300 のマシンを追い越してしまったのだ。表彰台を目前にしての痛すぎるミス。今ここでピットの出口で10秒止まります。これで表彰台圏内からセルモは消えました。これでレイブリック細川は再び2位に浮上。1番にドライブスルー出たぞ。そして3位には用いる山本左近が上がる。表彰台圏内から一転、7位にまで後退してしまった立川。しかしここからチャンピオンとしての意地を見せる。射程圏に捉えました。本来ならばこのゼントセルモはもっと前を走っていたはずです。さあレクサス並ぶ、どうする、頑張る。ブレーキング早い。しかしさっき星野はここで抜き返している。立川は粘る。驚異の速さでポジションを5位まで回復。だがレースはついにファイナルラップ。まさにこの第2戦の岡山で予選の速さをそのままこの決勝で強さと変えました。18号車道上にとっての6勝目は見えています。ステアリングを握っている小暮隆、がっちりタッグとなった。高田ドーム第2戦岡山、勝ったのは高田ドーム NSX トップチェッカー。やりました。18号車やった。ついに道上復活。高田ドーム NSX、 道上小暮組ボールトゥーウィン、そして道上亮完全復活。レイブリック NSX。 ポジションに、お疲れさん、お疲れさん。3位にはモジュールオートック Z が入った。 GT300 クラスの優勝は3番手スタートから見事な逆転勝利を飾ったフレキシブアドバン 320R、 三山翔吾、谷口信輝組。道上にとっては実に3年ぶりとなる復活の勝利。小暮はこれが GT 初勝利。コンビを組んで2年目、待ちに待った歓喜の瞬間。ね、ここ2年3年ありましたけれど、そんな中でもう何かこう全てを払拭するようなそんな快勝ですね。僕にとってやっぱり去年のレースが、ね、あんまり良くなかったんで、僕にとってはやっぱり今年が本当にまだチームに迎えられたんで、絶対結果を残さないとこの先はないと思いながらもレースしてたんで、そういう意味ではこの TI で優勝できて良かったです。 GT が初優勝なんで、もう本当にもう言葉に表せないぐらい嬉しい。復活、初勝利、感動に彩られた第2戦岡山。また2位に入った細川は GT500 ルーキーにして早くも表彰台。大物の片鱗を見せた。